画面中央には美少女らしき人物を置きたい。今にも消え入りそうな憂いを含んだ暗めな表情。たとえ顔は見えずともポーズで表現させる。破れた白いドレス、薄い肩と幼い胸が見える。背景は藍色の夜空、少し欠けたばかりの月を浮かばせようか。満月にしてしまうと太陽との区別が紛らわしい。木の枝には顔のひっくり返ったフクロウ、それだけで謎めいて怪しげな森を演出できる。太い木の幹の樹皮には不気味に笑う老人の顔があってほしい。うつむく少女の肩に妖精を座らせてみようか。画面の右下隅には傷ついた一角獣を佇ませたい。その脇腹に宝石飾りの短剣でも刺しておく。同じく左下隅には苔むした粗末な墓でも立てておこう。かわいいリスが木陰から少女を覗いていたりして、さてこれ以上さらに何か配置したらもう画面がまとまらなくなりそうな気がする。あとはバランスとタッチに注意して完成だ。どこにも絵なんてないけど。